これはすごくいいニッチです。まずニッチというかマーケットはとても大きいマーケットで、海外で成功して、例えば、ブラジルで成功しているローンチ、やっぱり一番成功しているローンチは言語を教えるマーケットが成功してるんですよね。英語を教える、日本語を教える、何とか語を教えるっていう、そのニッチっていうのは一番ローンチで結果が出てるんで、海外では、はい、で日本は、日本でもそういうローンチをやってる人いますけど、でもおそらくその私のこのプロダクト、教えてるプロダクトローンチではまだそういった成功事例が英語は出てないんで、まあおそらく多分そのローンチをちゃんとこれでやっていけばものすごく大きな成功事例が出ると思います。